はい、復帰しまーす。こんな感じで始まるんだね。いや、モーテルの中には入ってるよ。はい、どうも皆さん、キャシーと申します。オキサイドルーム104続きやっていきたいと思います。なんか、赤ちゃんの泣き声というか、赤ちゃんのふりをした肉塊みたいなやつに会った後だよね、確か。ただそこの謎が解けなかったんで、次の場所に行こうということで、210号室だね。210号室に行きましょう。で、編集していた時に思い出したんだけど、スコップあったよね。スコップ持って、あれ？あれ？ちょっと待って、ここにスコップなかった？え、スコップなくなってんだけど。あれ？ここじゃなかったっけ？いや、ここだよな。あれ？俺、スコップ回収してたっけ？もう。え、待って待って。俺、勘違いしてる？スコップ、俺、違う違う。スコップって、ちょっと待ってね。2番でしょ？いや、ないよな。あれー、あれあれ？あれれ、おかしいぞ状態なんだけど。あー、ちょっと待って。弾もこれ、邪魔だから置いてっか。待って待って、操作まだ慣れてないの。どうしてもね、間違えちゃうんだよな。これを保管。OK。あれ、スコップがどっか行っちゃった。なんでだろう。前見たときスコップあったのに。まあいいか。とりあえずは。どっから行くんだっけ？上には。上に登るためには。あれ？こっちにある。スコップが移動した。なんで？スコップっていうか、シャベルか。土の部分で使えるかもしれない。まあよかった。今偶然だけど。完全に偶然なんだけど、とりあえず回収できたからよしとしよう。で、上の階に行くには、どっか階段あったよね。そこか。ここから上に行きましょう。で、210、ここだね。It's locked. で、ここで所持品。これ。使います。ずーっと叫び声聞こえてんの、なえるな。さあ、敵いるかな？一旦しゃがむ。いや、でも敵の反応ないな。ちょっと待ってね。これも外せそうにはない。明かりはついている。There's nothing in there. 何にもない。まあ、とりあえず調べようか。これは調べられないね。Looks comfortable. うん、それはいいよ、もう分かってるよ。こういうのも調べらんないね。何か。弾丸か。弾丸は持っちゃってもいいかもな。どうせ手に入っちゃうからね。There's nothing in there. 今のところいらないんだけど。A piece of stale bread. 硬くなった一切れのパンだ。はい。私以外の人が通りがかることは何日の間もなかった。でも私は一人ではないと思う。彼はここにいる。彼が私を見ているのを感じる。野生動物が襲いかかるタイミングを待っているように。彼っていうのは誰のことを指してるんだろうね。あ、ちょっと待って。ごめん、2ページ目あったわ。あったあった。これだね。野生動物が襲いかかるタイミングを待っているように。寝るときは枕の下にナイフを入れている。枕の下にナイフ。いつあの男が襲ってきてもいいように、最後まで戦ってやる。私は本当に狂ってしまったのかしら。あの男ってさ、あれかな、プロローグで主人公を殴り倒したあの男のこと言ってんのかな。枕の下ね。あ、鍵だ。何の鍵？104号室、またか。なんでみんな104号室の鍵なの？まあでもどっかのバスルームの鍵みたいだね。フライパン。
でもここの鍵じゃないよね。だってここはさ、ラグが抜けている。あ、鍵あった。何？やっば。待て待て待て。え、気づかれてる。なんで？やべ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 。くそ。あぶね。ちょ、どいて、どいて。ちょっと、どいてくれない。やるしかないのかこれ。え、死んだもしかして。え、死んだわ。マジか。いやー、あれもう確定なのか。確定でこっち気づいてたのか。しゃがんでれば大丈夫だと思ったのに。うわー、やるべきだった。あ、オレンジ色の男。どうやらエヴァに出会ったようだな。彼女は相当なハンターだ。え、あれが、彼女は血の匂いが大好物なんだ。聞いてくれ、正直に言う。お前に大きな期待をしているわけではない。だがお前自身のためにも、もう少しうまくやれないものなのか。ごめんよ。ほんのちょっとのかすり傷ができてしまっただけなのに失血死してしまう。そしてまた全てを一から始めなきゃならないなんて、どういうことなんだ。お前が役立たずであることは知っている。だがそこまで分かりやすくするのはよせ。次はもっと努力しろ。いいな。よし、作業にと、取り掛かるとしよう。どんな研究でも変数を変えることなく同じ研究を繰り返していたら、おそらくは同じ結果を招くことになる。だからさあ、改良を加えるぞ。心配ない。少しチクッとするだけだ。ちょおいおいおい、何してんの。待て待て待て。いや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 、グロ、やめてくれよ。いや、俺のミスは確かにその通りなんだけど、拳銃ぶっ放すべきだったねっていうのはその通りなんだけどさ、いやー、逃げようとしたらさ、引っかかって動けないわねえだろ。ここはどこなんだ。俺の頭が、うわー、またこっからなんだ。あー、ループってこういうことか。いやー、畜生。同じことしないといけないのかな。同じ流れになる。あ、でもなんかちょっと違うわ。ほら、ちょっと風呂の水が、あとマシューの M の字がちょっと消えてる。回数制限ありそうだな。で、アイテムなくなってるわ。これは？あ、これは一緒なんだ。うーわー、やり直しか。マジか、やっちまったな。いや、判断ミスだな。また撃てずに、なんだこれ。え？前と違うぞ。あ、毒の瓶もない。使っちゃったから。使ってしまったアイテムはなくなる。あ、ここにあったやつもない。違う。あ、二段目の箱もない。これは、音楽が鳴るのは一緒なんだ。あ、でも最初から服あるわ。2周目違う。面白いけどちょっと悔しいな。で、これ最初から組み合わせだね。あの、謎解き要素がなくなってるわ。今後、開いた。これまた包帯入ってる？あ、鍵だ。あ、それもこれ、あれじゃない？ピッキングじゃん。え、ピッキングしないとダメ？あ、開くんだ、最初から。Oh, shit. いや、ちょっと違う。ガタガタ、そこは一緒だけど、なんかところどころボロくなってる。
あれ？あれもいないじゃん。 It won't open. ムカデもいない。うーわ、マジか。 A ceramic vase? いやちょっとショックだけど、まあ気を取り直してやっていきましょう。あれ？前さ、ここ窓開けたらさ、外じゃなかった？なんかで塞がれてる。いや、これはこれで確かに面白いんだけど、これじゃあテキストとかもない？ちょっと待ってね。あ、回収したテキストはそのままなんだ。なるほどね。いや、面白。ここそういえば開けてないよね。これさ、ピッキングで開けてみる？いけるかな？いけたわ。104号室の鍵だ。そう、ここもね、ちょっと、編集したとき気になってたんだよね。いけたね。104号室の鍵か。It's locked. あれ？あ、違う違う、そうだよ。104号室の鍵ってここじゃん。あ、ムカデの代わりにここになったんだ。え、じゃあ1周目の時は何が入ってたんだろう。やーべえなーこれ。これで開けるとまた襲われるのかな。展開は一緒？そうだよね。これは一緒。What the hell? じゃあまた QT かな。What? Shit. はい、来ました。What the hell is going on here? まあ一緒だったらここら辺はカットしようかな。はい、ここまで来ました。ここまで展開一緒だったね。で、地図手に入れて、地図に書いてあることも一緒だね。で、アイテムも一緒だね、ここにあるのは。リボルバーも置いてくれている。これ、弾あるね。うん、ここまでは一緒だ。うわー、そうか。It won't open. 開かない。まあ、とりあえず、まあ、弾、預けておくのは OK。解毒剤も1個は保管しておこう。うん。まあ、これでいいかな。で、そうそう、鍵か。111ね。さて。今度は、まあ、前回のミスをね、踏襲した形でやっていきたいわけなんだけど、あったあったあった。で、前回はあそこに使って失っちゃったんだけど、あそこで失う前にここに使う。ここで離す。I can't reach it. 届かないな。あ、でもアイテム使えないのか。 I can't reach it. あ、使えないわ。別にここで使えるわけじゃないんだ。単純に上に行った後に下ろすようだ。なんてこった。ってことは使っちゃっていいんだ。別に分岐があるというわけではないのか。これさ、上から降ってきたのってさ、あれ？降って、バツ印がついてる。降ってこない。あれ、でも鍵はあるな。うん、これで手に入れるのは OK なんだけど、なんでバツ印なんだろう。何かダメってことなのかな。あ、ちょっと待って、テキストあるわ、こんなとこに。オキサイド。オキサイドって何？オキサイドって誰のこと？私がオキサイドよ、イビル。ん？イビルって女性なのかな。あー、で、スコップがあんね。まあ、なんかアップデートかなんか入ったのかな。スコップの位置が変わってる。まあ、とりあえず、同じような流れになっちゃってるけれど、やっていこうか。まあ、同じだったらカットします。バツと丸の位置は変わってんね。これはランダムなのかな？まあ、とりあえずこれ。うん。鍵回収。で、103だよね。ここまでは一緒。アイテムとかもこれ、多分ないと思うんだ。でもなんかさ、エヴァンにあったうんぬんかんぬんって言ってたよね。で、血に飢えてるみたいなこと言ってたんだけど、俺を殺したこいつがエヴァンじゃないよな。
単純にあの指さした外にいた女がエヴァンだよね多分。一部のアクションを行うと魔臭が流血します。素早く傷口を手当てしなければ取り返しのつかないことになる可能性があります。はい、油断こいてね、またさっきのやつに噛まれちゃったんですけど、これで多分回復できるんだよね。オッケーオッケー、大丈夫っぽい。いや普通になんかいつまでたっても移動できなかったから強引に横通り抜けようとしたら噛まれちゃいました油断こきすぎだな。でまた103だね。はい、赤ちゃんの部屋のところは特に変化がなかったので、カットしました。ではさっきやられたところに行きましょう。今度は拳銃持ってるんで、やつがやってきたら速攻で拳銃ぶっ放して倒すようにしましょう。一応大きな差があるわけではなさそうだね。スタートのところがちょっと違いましたけど、 OK、 ここ入ります。とりあえず回復アイテムは重要だね。かなり2回攻撃食らうと死ぬっぽかったからね。オッケー。 There's nothing in there. 多分一緒だよね。 It won't open. ここら辺はそこ入れないでしょ。でここに鍵あったんだっけ。弾丸か。待って、ここも弾丸。奥んとこだったっけ鍵があったので、鍵を取ったら襲ってきたんだっけ。違う、それか。その109を取ったら、あれ、これまだ見てないやつか。二度と泣くことはない、二度と恥じらうことは、二度と悔やむことはない。復讐のためだけにある。全てを破壊するためだけに私はいる。何を言っているんだ。わかない。あれ、これか。 OK で、これを手に入れるとやってくる。この野郎、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 この野郎。オッケー、倒した。ふう、あぶねえ。今度はやっつけたね。で弾は、5発か、5発で倒せるっぽいね。オッケー。で鍵手に入れたけど、ここ入れないから使えないよね。まあどこでもバスルームで使える鍵なのかな。となると1個開かなかったとこあるよね。あそこで使えるのかな。ここここ大丈夫かな。ここのこれ、ここでさ、このバスルームの鍵使えるんじゃない。使えたわ。やっぱりさ、このバスルームの鍵に関しては共通なのかもしんない。ここには何もない。一応しゃがみながら移動しようか。こっちに来る可能性もあるしね。これは何もない。これ毒のやつか。弾丸。あ、これ意味ないとこだね。ただアイテムが回収できるというだけで重要な場所ではないっぽいな。しまったな。多分これバスルームの鍵は貴重なアイテムだから外れもあるっぽいな。まあしょうがない。ここのバスルームは開けなくていい場所だということは覚えておこう。さあとなると、109号室の鍵だね。109、あ !109 ってここか。ちょっと待って。 OK、 この声が聞こえてるとこだ。いよいよこの中に入れる。これ中にいるのってエヴァン？それとも、なんだっけ、イビル？さあ。え？急に声が聞こえなくなった。この中から聞こえてたわけではないのか。
調べる。止まってる。2333のままだ。押す。なんかのヒントかな。2333。で、押すっていうのがあるけど、ちょっと押すのは後回しにしよう。これは？ルーレット動かなくなっている。なんか遊具があるね。お酒もある。混成酒か何かみたいだ。テキストがある。時間が経つごとにどんどん強くなっていってる。今はもう憎しみ、怒りしか感じない。イビル。やっぱりさ、あの襲ってきてるやつらって全員鍵だ。エヴァンとかイビルとかの慣れの果てなんじゃねえの？もしかして。なんかそんな気がするね。ジャックポット。あ？ It won't open. 開かねえ。あ、ここか。It won't open. これってさ、金属の鍵、家具のどれかに使う小さな鍵、これかな？開いたわ。あー、またこれ。あれじゃない？そうだね。数値でっか。これはどっかでヒントを見つけないとダメなやつだね。他には特にないかな。うん、酒がたくさんあるだけ。あれ？むき出しの鍵。テキストだ。そもそもここに来たのが間違いだったのでは？女子からこの場所を聞かされた時もなんだか嫌な予感がしたんだ。山奥にある寂れたモーテル。やつのビデオにぴったりな場所だろうけど、なんで俺がここにいるのかわからない。それにあのオレンジ色のジャンプスーツを着たおっさん、まさに身の毛がよだつってやつだ。あれだよね、さっき一回死んだ時足切断したやつだよね。受付で働いてるやつなのか、もしかしたらモーテルに隠された精神病院から脱走した頭がおかしいやつなのかもしれない。モーテルに隠された精神病院、なんかそういう裏があるのか。まああいつにはあいつの事情ってもんがあるんだろうが。マッシュ、精神病院ね。急になんか謎に迫った感じのあるヒントが出てきたけど、あ、なんでここだけトタン板みたいな感じになってんの。普通のレンガ。ジョッシュと呼ぶことにしよう。何言ってんの普通のレンガ、何を言っているんだこいつは。とりあえずヒントをここで見つけないといけないのか。でもとりあえずバスルームの鍵は手に入れたから中に入れるよね。バスルームの鍵、バスルームの鍵は全部104号室の鍵なんだね。ちょっと待って、それを聞く前に一通り調べてからにしよう。あ、でも時計がもうヒントなのかもしれないな、もしかしたら。写真だ。ちょっと待って。少女の写真だ。裏側にはハートとプラス1と書かれている。エヴァ。あ、ちょっと待って。これ、あれじゃん。悪魔のところでやるのってこれじゃない？ EVA はあったよね。え、ちょっと待って。あ、ごめん。俺なんでエヴァンって言ってたんだろうね。エヴァじゃん。なんで俺エヴァンって言ってたんだろう。エヴァじゃん。考え方合ってたわ。合ってたけど俺がアホだっただけだ。テキスト。俺は悪いやつだろうか。なぜ俺がこんな目に。誰かを傷つけたことなんか一度もないのに。誰に向かって言い訳してるんだ。そんなこと嘘っぱちだって分かってるのに。俺がやったことはたわいもないことだと思ってた。俺が悪事に関与してたなんて認めるもんか。みんな自分が何をしてるか分かってたし、何を買っているのか知ってたはずだ。俺はただの仲介人だった。うん、こいつがやってた仕事が何なのか、今よく分かってないからね。動かない古いラジオだ。あ、これがヒントなわけではないのか。とりあえず、あの積み木のヒントはあったね。ヒントなくても行けたのにね。で、これが、2333で止まってるって言ってるから、ちょっと待ってね。
これがそうなんじゃないの？あーでも全然桁数違うね。2333なんて作れないわ。とりあえずこれ押してみようかな。ちょっと待って、押す。おー、あったね。この機械は作動し始めたみたいだぞ。これで見る。何？おお、これか。左から見ればいいのかな。341121、341121ね。341121、341121。It won't open. 違うんかい。341121。こっちから見んのかな。112134。112134。違う、ちょっと待ってね。112134。開いたわ。で、209の鍵。209か。OK。じゃあ、ここの謎もすべて解明だね。次行こう。さあ、では、209号室の部屋に行くか、あの、悪魔のシンボルのところをやってしまうか。これ、てっきりさ、ここから聞こえてるもんだと思ったけど、違ったんだな。まあいいや。じゃあちょっと悪魔のシンボルなんかやっちゃダメそうな気がするんだけど、まああんなヒントもらっちゃったらね、やるしかないよね。ちょっとそれをやってみましょう。これ裏側にはハートとプラス1と書かれているの意味がちょっとよくわかんないんだよな。このエヴァはいいんだけどさ、ハートプラス1ってなんだろうね。とりあえずこれは保管していいでしょ。でこっちから E、V、あれ A がない、ごめん A なかったわ。あれ A 持ってなかったっけ。とりあえず E でしょ。 E と V。あれ俺何か取り逃してるか。ごめん、 A があるような気がしたんだけど A だけないわ。 EV までだわ。そっか、だから俺 N にしたんだっけ。まあとりあえず A はどっかで見つけてこないとダメっぽいね。そっかそっか。じゃああれか、手に入れた鍵の場所に行きましょうか。で210209、あ、ここだ。ごめん、ここがずっと叫び声上げてたところなんだ。上の階だったね。 OK、 これは何か出てくるぞ。あ、レンガいらなかったのこれ。まあいいや、入ってみましょう。何が出てくるか。さあ、いきなり襲われるか。なんかやべえのいるんだけど。何あれ、なんかずっと酸みたいなの吐いてんな。なんだこれ、これ拷問器具かなんかか。とりあえずあれ食らうとダメージもらうんだろうなきっと。空の工具入れ、ピッキング用の鍵あったね。とりあえずあそこにいるなんかヤバそうなやつは一旦放置して調べちゃおう。近寄らなければ大丈夫そうな感じがするからね。また金属製の亀の人形だ。これなんか後で関係あったりすんのか。これなんもないね。ここら辺も関係ない。テキストだ。あの人を見かけたわ。オレンジ色の服を着た男。やっぱり私は一人じゃなかった。共用エリアのクローゼットの中に隠れている。
あの男は私を探しているみたい。とても怖い。覚悟はできてると思ったけど、そんなの間違いだった。あの男に捕まっちゃダメだ。死にたくない。エヴァ。やっぱこの時もなんかやべえやつっていう認識だったみたいだね、エヴァからしても。I don't like the sheets. このシートは気に入らないな。それは12個入りの卵。じゃあこっちに向かって3吐いてくんだ。いった。え、毒になった。え、届くのそこから。ちょっと待ってくれ、うっさーん。届くんかい。もうめんどくせえからやるか。ほらほら、オッケー。リロード R でできんのか俺。ちょっと待って、あ、構えてる状態で R でリロードか。オッケー。なんか普通にどう考えてもここ当たってないと思ったんだけど、普通に当たっちゃったね。テキストがある。怒り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 、またイビルが病んでますね。闇ビル。鍵。これはどこの鍵だ ?203。はいはいはい。これあれだよね。あの、上の階と繋がってるっていうやつだね。There's nothing interesting in the... で、テキスト。俺は悪いやつだろうか。いや、被害者だ。俺の落ち度は一匹狼な上に質問しなかったことだ。決して楽な人生を送ってきたわけではない。最初は両親のこと、そして何もかもが変わってしまった。父のことも、義父のことも。うん、まあ、父いいか。うん、義理の父親がいるんだ。なるほどね。で、ここは開かない。これだけか。うん、まあまあまあ、これはやってしまって正解だった気はするんだけど、これさ、殺したりするのもエンディング分岐につながったりすんのかな。しかもこれさ、ずっと泣き声この中から聞こえてたけど、今殺したのってもしかして助け求めてたのがそうだったとかあるかな。あーでも叫び声はなくなったね。はい、ということで、まさかのね、2パート目早々に死んでしまいましたけども、一応その後ね、ストーリー的にはちゃんと続けることができてるみたいなので、このままやっていこうかなと思います。っていうか、あの、やり直しが効かないんでね、これセーブ分けられないので、自動セーブオンリーなんでね。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。